こんにちは。漢詩を読んでみませんか浜中仁ですえ。今回は読友会で、えー、ですね、あの担当し,した詩、えー第。私が8回目にいい担当した時のことをおですね、紹介します。えー、それがあ記録によりますと、2003年11月15日いいですね、えー、になります。 えっとその時担当した詩がこれになります。ですね。えー、古山ですね。古山でこれね、故郷という意味なんですね。えー、それから四種の一ということで、えーですねえー、中2、京ことあります。あですから湖のことですね。ですから、故郷の山だったらおかしいんですよ。やっぱり湖のことを述べていますからね。で、これは、あ県南志向の巻21。 えー、陸遊六十六歳、正旗二年秋に作った詩ということです。えっ、ー、と、ちょっと読んでみましょうか。えー、巧妙、これ、甚だしくは、えー、恨むなかれ、えー、甚だしくは、ですね、恨む、何よっていう、天の、 おやぶさかなるを、えー、恨む、なかれ。えー、ですね。えー、と、まあ、手柄を立てるということですね。えー、が、は、もう天が、ああですね、ケチンボだったから私にですね、えー、与えてくれなかったんだということを、おですね、えー、まあ、批判しないでおこうと。一等一つの回でこれ、船なんですね。 ええー、船の一部をお使って、えー、ですね、あのーえー、その船、船のことを表す。とそうそういうことはよくあります。えー、ね、ええー、えー、っと、帆があ、沖に浮かんでいると。帆船が浮かんでいるということですからね。えー、そして、えー、まあ一つの船で、嫌い、帰ってきたら、 あ死に至るまでかんなりと。そうですね。まあ、ああのー、ね、えー、わわしいことにいいですね。関わらずにいいですね。生きていけるじゃないかということですね。で、水に沿う、う、添いて、家として、よき、竹な、きは、なしと。そうですね。二十二十からあですね、あのー、これ、 あの、強い皇帝ですね。まあ、えー、まあ、良い素晴らしい竹が、あですね、えー、どの家にもあるということですね。で、えす、ー、だれを巻けば、これね、至るところと言います、ですね。至るところ、これ、青き山、星山ですね。まあ、美しい青い山が見えるじゃないかと。ですね。えー、かごに、満つる、 戦説。これはね、矢のような竹の子です。これね。えー、養蚕のごとく白く。ですね。まあ、ああの、えっ、ー、と、宝石のかんざしのように、ま、あ真っ白だ。あいうことですね。で、でえー、単を圧すると。これ、あの、荷物ですね。えー、天貧棒です。の荷物ですねえ天秤棒ですの荷物ですをですね、えー、まあ、押し、 うん何う <laughs> えっと、<laughs> 押し下げるというか、こう、ぐっとこうですね、えぇ、ー、重力かかってるんですね。えぇ、ー、これ、両倍、えぇ、ー、これね、あのー、えぇ、ー、と、山桃のことらしいですね。えぇ、ー、拡張のごとく、鶴のあ頭のように、これ、明石と言いますね、これね。えぇ、ー、これ、えぇ、ー、陰じゃなくて、あんなんですね。えぇ、ー、 で、えぇ、ー、野教を尽くすとき、最も楽しむべし。えぇ、ー、将校の園を、塩を置いて、これ間違ってるわ。えぇ、ー、歓迎の歓ですね。えぇ、ー、変え、変えると、おぉですね。えぇ、ー、とですね、田舎の、おぉですね、えぇ、ー、趣が、は、 味わい尽くす時が最も楽しむ楽しいんだと、えー、あの将校あたりのですね切りめを降らすですね切りめがですね道しようとともにこちらに戻ってきたというふうにですね、あのー、まあ、えー、京子のことを描いていますですね この詩はあ討論のおです、ねえー、っと記録としてです、ね、ここに収まれています「俗一回友吉の監視道場」と、えー、いうもので,、えー、です、ねえー、それのおです、ね、一番最初の討論が、えー、読みますかね「故郷は楽しい」ということで「古山」 えー、4種の1、京、え、子、ー、かっこ京子ですね。えー、それで、えー、担当浜中仁とありまして、えー、ですね討論の模様があですね、ここにこう収められています、えーっとまあ。私のが素晴らしかったから一番最初にあ、えー、来たというのではなくて、 えー、私のが一番古かったから、年代順に並べようということで、古かったので一番最初に並べられたということです。うで,すね、あでもまあ一番うんは嬉しいものですね。えー、で、えー、それでね、えー、この討論の時にですね、えー、とちょっと、えー、あのー、そうですね、えっ、ー、と、えっ、ー、とね、 あのうーんとえー、とかあ一刀嫌いということですね,ね一刀嫌い一つの船で帰ってくるということですね、えー、これについて、えー、川上中、川上一さんはですね「食、えー、の国から戻ってくる」という意味に返していました、えー、ただあ私はですねそれにちょっとおですね、えー そうではなくて、えーと、その2年前ぐらいですね、うんと、都で、えーえー、ですね、官僚として、えー、働いていたんだけれども、免職になって帰ってきたと、ですね、そのことの可能性もあるんじゃないかというふうに、えーですね、あの意見を申し上げた、えー、そうするとですね、一、えー、回先生に反対されるんですね。 ええー。えー、っとね。ええー。二つの点で川上説が正しい。一つは光明という語やけど、言葉やけど、これは先行を立てて大名に取り立てられることに使うんやと。都林案におっては先行は立てられんやろ。やはり前線基地の職の地でなければならんな。ええー。二つ目は一刀という言葉だ。 都の林安と故郷との間は入植期から伺えるように陸路を通ったようだ。えずっと船というわけではない。やはり長江を船で下ったと解釈せんとあかんな。えというふうに一海先生はですね、えーまあ、私の意見に反対されたんですね。ただね、入植期を見てもおですね、船で えですね、行ったか馬で行ったかあーですね確たる記載がないんですねまあ、えー、多分家族も連れて、えー、ですね、あのー、荷物もたくさんあるから船だったんちゃうかなとは思うんですけども、えーっとですね、先生があですね都林庵に馬で行った陸路を通ったらしいとおする根拠についてですねあの別のところからですねあのー 探し当て、当てましたので、紹介します。えー、それはですね、えー、これですね、林暗春雨初めて春と、ですね。えー、これ、まあ、七言律詩なんですが、その修練第一句、第二句ですね、えー、になります。セミえー、年来薄っきこと、さのこと、く、ですね。えー、ですね。 まあ、世の中の味わいというのは、もう、長年ですね。もう、えー、この頃は、あですね、えー、もう、薄、薄くなっている。おもろもくそもないということですね。で、誰か、馬に来して、刑以下に、かく、たら、しむと、ですね、あります。えー、ですね。えー、つまり、えー、ね、誰が、 私に、いいですね。えぇ、ー、宮古経過。宮古で、えー、旅人として、えー、ですね。えー、馬に、えー、乗らせて、えー、来させたんだと。えー、という,う、馬に乗さ,乗させて、宮古に来て、旅人として滞在させているんだと。えー、という風うにあります。ここの牙というですね。 この部分が多分、えー、陸遊の故郷ですね、将校から都臨安まで、えー、ですね、まあ、馬に乗ってきたんや、ということを示すものだろうと思われます。はい、えー、っとですね、今日はこのことを指摘い,い,いたします、えー。最後までご視聴ありがとうございました。